はい、こんにちは。今回は KSC から発売されていたヘッケル&コク P10SD、 これをご紹介したいと思います。まあ、見ての通りですね、USB のコンパクトを、タクティカルモデルにしたかのような、ルックスになっております。実銃の口径は 9mm のものをモデルアップしていますね。P10 と大きく書いてありますね。で、以前ご紹介したですね、タクティカル、これ4号ですよね、口径がね。で、やっぱりそれのコンセプトそのままにちっちゃくなったというふうに私は解釈しております。だ、非常にあのルックスはね、どうすればいいんだ、ルックスはよくこう似てますよね。で、もちろんあのこっちはもうほとんどあのソーコムとかの世界に近くなっていっちゃってるんですけれども、これはあのコンパクトの良さを生かしたままですね、ここにサイレンサーをつける、まあ、そのためにサイトは位置が高くなっていますと。で、こっちのタクティカルの方はですね、完全にフルアジャスタブルのリアサイトがついてましたけれども、こちらの方は左右調整のみですね。後ろから見るとこんなイメージになります。こうすればいいのか、なかなかこれモニター見ながらっていうのは難しいですね。勝手反対のなんかゲームやってるみたいで、はい。で、もちろんこれもあのリアルライブオペレーションとかですね、あのインターナルロックでしたっけ、ここに鍵を差し込んでカチャッとこうロックするやつとか、そういった機能は全部ついています。スライドを引いてみると、バレルがニョッと出て、なんかすごい結構ね、樹脂製の、もちろん樹脂製なんですけども、ちょっと頼りないですね、バレルが出てきますね。インナーバレル見えますか？見えないぐらい深い。あ、結構深いところに入ってますね。だ、バレル自体かなり短いんですね。あ、なんとなくそれで納得みたいなところは私は今あるんですけれども。で、スライドは、ヘビーウェイトになっています。こちらは、スライドは ABS でしたんでね。こちらはスライドヘビーウェイトで、デコッキングとかのところもあのライブになっていて、例によってスライドを1回引かないと、射撃はできませんとことです。ちょっとさっき空打ちしちゃいましょうか。1回引いて、あ、なんか横から見ると可愛くないですか？どうでしょう、いきます。どうでしょう、かなり軽快でパンパンパンと弾けるような感じで、やっぱりねヘビーウェイトですからかなりしっかりきますよね。ついでにこっちも動くかな。あ、やっぱこいつのがビシビシきますね。やっぱりヘビーウェイトの分だけね、うん、やっぱりあれだな、こっちの方が勢いあるな。同じシステム7なんですけれどもね、まあ、そこはちょっとしょうがない、認めましょう。で、重さはですね、なんか破片が落ちました。何が落ちたの、キリコか。なんか怖いですよね、エアガンね、しばらく置いといたの。一応軽く整備してから撃ってるんですけどね、なんかいろんなものがポロポロ落ちますよね。781g ですね。参考までにタクティカルの方 ABS スライドですけれども、加える加え850、まあ、100g ぐらいこちらの方がやっぱり重くでかくて重いということになりました。こいつはもう一回マガジン込みで 781g、 マガジンを抜くと503、結構やっぱ軽いですね。ヘビーウェイトスライドとは言ってもですね、まあ、所詮このぐらいのもので、大きさのもので、まあ、樹脂ですからこんなところですかねっていう感じですね。はい。で、この銃を買ったのは随分、まあ、前ですよの前ですので、当初撃った時の、スコアが出てきました。これ KSC のですね、パーフェクト BB 弾を使ってますね。で、 7メートルから撃って、7メートルです、6センチぐらいに集まってますにもかかわらず、今回打ったらですね、
これはですね、丸いの 0.25 を使いました。こんなにちっちゃったんですね。同じ7、これは、あ、ごめんなさい、5メートルですね。買ったばっかの時は KSC のパーフェクト BB 弾ではこんなに集まってたのが、今回5メートルに近づいて、丸いの 0.25 で撃ったらこんなになってしまいましたと。これどうしても散るんですよ。で、もう一つはですね、すごい着弾が下に、まあ、ある程度フォップもこれ調整しました、今回は。それでもこんなところに集まっちゃうんです。あ、落ちていっちゃうんですね。で、狙ったのこの辺狙ってるんですよ。ということはですね、丸井さんの BB 弾とは相性が悪いという結論でいいかなと思います。で、以前、昔ですけれどもね、ノギスで全部細かくね、ランダムに10個ぐらい取り出して、各社 BB 弾の大きさを測定したんですけれども、当時の記憶では、マルシンさんのやつがちょびっと一番大きくて、で小さいのが、丸井さんだったかな、まあ、そんな感じで各社 BB 弾、サイズ違いますんでね、でまた表面の状態も微妙に違うと思いますので、この銃のポテンシャルということであれば、純正の弾で撃ったこれを取ってあげないとかわいそうなのかなと。もうこれは今ちょっとKSC の弾が見つからなかったんで、これはもう丸いのやつで打ってこんな感じなんですけど、まあ、いずれにしてもよく当たる方だと思います。もちろんね、10メーター超えちゃうとダメですけれどもね。で、補足説明書としてね、独自部品の分だけはこういうふうについてきます。で、この裏にね、できればなんかうんちくが欲しかったんですけれども、例によってこれ使い回しですんで、この中に書いてある例の実銃コーナーにですね、この P10 が出てこないんですね。これは寂しいなと。だから別紙でもいいから、それは出してくれれば嬉しいのにというふうな気持ちでございます。で、これを読んでいて気がついたんですけれども、 KSC さんも先にコンパクト出してたんですね。ちょっと私記憶違いしてましたね。コンパクトは田中さんから出てて、でそれで、KSC さんは4号から出たのかなと思ったんですけれども、 9mm の方のコンパクト系の系列から発売されていたようです。さて、どうでしょう、このルックス。短めのね、サイレンサーなんかつけてみたらちょっといいかもしれないですね。まあ、なかなかこのような銃を私はスクリーンとかですね、画面とか、まあ、要するにドラマとかでですね、あんまり見かけたことがないんですけれども、やっぱりこの道具みたいな感じのこのバレルの先端、ネジ切りっぱなしみたいなところとかですね、まあ、普通は工業デザインなんかやってる人からすると、これ普段使わない時はなんか蓋みたいに別のカラーみたいなのをこうつけようよみたいに思うんですけど、まあ軍用っていうか、まあ銃は実用品ですから、なかなかそこまで気は回らないのかもしれませんね。リアビューはこんな感じですね。このドットはですね、ホワイトドットは非常に狙いやすいいいものだと思います。打っていてね、すっきり楽しかったですね。で、小指が引っかかるフィンガーチャネル付きの、フィンガーチャネルとは何ですか、スパー付きの、マガジンも非常に使いやすく、で田中さんのに比べるとこのね、マガジンをリリースするちっちゃいレバー、これも尖ってないから痛くないと。で、セーフティーはおもちゃみたいな音しますけどスムースですと。このあたりもうちょっとね、音がねカチッとするといいと思うんですけれども、あと特筆すべきはですね、KSC さんの場合やっぱり各パーツ類、特にこういう駆動部分のパーツ、結構しっかりしたものを使ってらっしゃるんで、トリガーのキレピシッと感じ、なんかもう逆に物足りないぐらいですね、パチャーンって感じで落ちちゃうんですよね。トリガーの遊びはね、このぐらい遊びがあります。なんか戦闘的なルックスで、なおかつ、コンパクトな、なかなか可愛らしい銃ではないかなというふうに思います。 ABS スライドモデルもあったような記憶があるんで、見つかったらぜひ比較してみたいものだと思います。ではまた。